それでは定刻になりましたので始めさせていただきます。ただいまより広島東洋カープ新ユニフォーム発表記者会見を始めさせていただきます。まずはじめにユニフォームについてご説明させていただきます。ステージ向かって右手側の栗林選手、坂倉選手が着用しているユニフォームがホーム用。ホームユニフォームのコンセプトはシンプルかつ印象的です。胸のロゴと背番号はこれまでのものより少し小さくしつつ、使用している赤色は深い赤色を採用しています。また袖、パンツに入っているラインの紺色も深い紺色に変更しています。ホームユニフォームの特徴は大きく2つあり、ボディに赤いステッチが入っていること、背中に赤いしぶきをイメージしたラインが入っているところです。これらはチームの強さと勢いを象徴するパーツとしてデザインいたしました。一方、ステージ向かって左手側、栗投手、森下投手が着用しているユニフォームがビジター用。ビジターユニフォームのコンセプトは赤と赤、赤が織りなす新たな表情です。現在のビジターの赤いイメージは継承しつつ、光の当たり具合によってピンクレッド系に見える深みのある赤を採用いたしました。ホームユニフォーム同様、胸のロゴと背番号は少し小さくし、鮮やかな赤色を採用しています。またビジターユニフォームに関してはフォントも一新しています。深みのある赤と鮮やかな赤、2つの赤にこだわって制作したビジターユニフォームは全国の球場を新たな表情の赤で染めていきます。その他、記事についてですが、ホーム、ビジター、それぞれ動きやすさ、機動性を重視した記事を採用しています。続きまして、この新ユニフォームを着用してみた感想を選手一人ずつに伺っていきたいと思います。はい、今までのユニフォームっていうのが、ロゴが白だったので、ロゴが赤になって、また生地の色もピンクレッドということで、すごく、新鮮な感じがします。ありがとうございます。続いて森下投手お願いします。はい、生地も軽くなっていて、はい、動きやすい、生地になっているので、はい、とてもやりやすそうです。ありがとうございます。続いて栗林投手お願いします。まずは胸の赤色が濃くなったってことで、自分たちも見やすいところなので、まだすごく濃くなってるなっていうイメージはあるんですけど、あとは背中のラインは、自分たちは見えないですけど、やっぱり坂倉選手の見るとすごくかっこいいなって思うので、デザインはかっこよくて着心地もすごくいいです。ありがとうございます。坂倉選手お願いします。はい、前のものよりも、本当に素材が軽くて、動きやすそうだなっていう印象と、このステッチが、前のユニフォームにはなかったものだと思うので、本当に、デザインもよくいいなと思います。はい、新しいユニフォームを一番最初に出たのは第一印象から聞かせてもらっていいですか。そうですね、僕はマークとか背番号が小さくなったことが、一番最初に気づいたことかなと思います。はい、そうですね、新鮮な、感じがしたので、入ってから、ずっと同じものから、変わったということで、本当に新鮮な気持ちで、最初見たのを覚えています。はい、はい、僕はホームは、変わりがすごい分かるというよりかは、最初正面見たときは前のデザインを本当に似てるなっていう印象があったのと、ビジターはだいぶ変わってるんで、ビジターに関してはすごく、かっこよくなって、着心地も良さそうだなっていう印象を受けました。はい、ホームのユニフォームは、あんまり、特別大きな変化がある感じはしなかったんですけど、やっぱりビジターは色が変わっているので、そこが一番第一印象です。
いやもう後輩たち3人が全部言っちゃったんで僕は言うことないです。はい、この新しいユニフォームで来シーズンどのような活躍を見せたいかというのを。そうですね、まあ、ずっと同じユニフォームから新しいユニフォームに変わってすごく新鮮ですし、まあ、ユニフォームが変わるにつれて、僕も、新しい自分で、自分としてレベルアップをしてやっていければいいかなと思います。そうですね、ユニフォームも変わって監督も変わってチーム的にも、いろんな変化が加わってきたらいいのかなというふうに思いますし、チームとして、高いところで野球ができたらいいのかなというふうに思ってます。ユニフォームが変わることによって自分の気持ちもすごく高まりますし、まあ、今年は監督さんも変わるので、まあ、このユニフォームとともに、広島トヨカップが強くなって、常に優勝争いできるチームになれればいいかなと思いますし、自分としてもそこにしっかり貢献できるように頑張りたいなと思います。そうですね、まあ、同じになっちゃうんですけど、まあ、本当に変わるということで、自分らも変わりつつ、チームとしても何か変わるきっかけとなるように、みんなで頑張っていきたいなと思いますし、今個人的には、また来年もしっかり怪我をしないように頑張りたいと思います。はい、じゃあ正面笑顔でお願いします。
この方を最後にさせていただいてもいいですか。はい。ユニフォームついて。はい。ユニフォーム かっこいいですね。かっこいいと思います。で前のユニフォームのその伝統といいますか、そういうのを残しつつ、またこうこの色がちょっと深みを増した赤っていうのがかっこいいなというふうに思いますね。ありがとうございます。監督の背番号は何番になりますでしょうか。背番号はこの25番ということで、球団の方に全てお任せしてましたので、はい、もうそれ以上、あんまり背番号のことはあんまり言わないですし、本当に怒られるんで。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、以上で日本の戦いを終わりたいと思います。かっこいい。いいじゃん。よし、頑張ろう。はい、頑張ろう。じゃあまた、また会いましょう。失礼します。